ただいまご紹介をいただきました後援会長を務めさせていただいております川本でございます本日は急なお呼びかけだったというふうにも思いますし休み明けの月曜日この午後3時という時間帯私も会社を経営している身として皆さんお忙しい中本当に本当に多数の方にご参集いただきましたこと熱く熱く御礼を申し上げますありがとうございました 今日こちらにご臨席をいただきました現自由民主党副総裁そして元総理大臣そして菅前総理をはじめ多くの国会議員の先生方にもお集まりをいただきました派閥を超えてであります次の選挙もう後がないんです何が何でも小選挙区で 立派な成績で勝たなければなりません、そういった意味での再起動でもあるんです、今、日は今足元を見るときに、新型コロナ、さらにはウクライナ情勢、物価高、極めて危機的な状況が続いています。また日本の 構造的な課題であります少子化高齢化国際化こうしたものを乗り越えて次の世代にこの国を確かなものとして引き渡すためにはどうしても松本純支部長が必要なんです。 国会会対策委員会いわゆる国会を動かしていくこの委員会のことですけど通称国体というんですがこの国会対策委員会っていうのは野党と話ができないかんかつ法案もきっちり分かっておかないかんでこの法案のどこを交渉するのかもよく分かっておかないかんというような間違いなく 国会を運営していくときの最もキーとなる役職その役職をやれる人はそうはおりません政策は分かるだけじゃダメ人付き合いもできないかんかつ交渉者なくちゃいけませんからそういったようなことをやるためには普段から政策も必要ですけれども同時に仲間の付き合いプラス野党との付き合いも ききっちり話ができないとこの国体は止まりませんそういった意味で我々は長いこと松本潤という人柄こういう人を持っているキャラそういったものに頼って国会を運営してきたんですがなかなかそういう人がたびたび出てくるわけではないのです松本潤のいない永田町はつまんねえ早く帰ってこいよこれは私が2009年に落選した時に 順さんからいただいたメールです萩生田光一のいない永田町はつまんねえ早く帰ってこいよその言葉を今日はお返しに来ました順、えー、さん戻ってきてくれればもうやってもらいたいことたくさんあります即戦力であることは申し上げるまでもございませんそのためには我心焦炭今日お目の皆さんと力を合わせて何としても議席を取り戻していただかなくてはなりませんそして税制あるいは予算 本当だったら相談したいこといっぱいあるんですよ、それができない今の私の苦しみを皆さんにお伝えしたくて、お邪魔をしました。加えて、麻生先生の右腕といえば、誰もが松潤、永田町で知らない人はいません、松本さんがいないために、今、めんどくさい相談は全部私に降りてくるんですよ、迷惑してるんです松本潤さんは薬剤師でいらっしゃいますから、ずっとその議連の幹事長をされておられました。 今、薬の問題、コロナ感染症、いまだ収束せず、大変重要でありまして、その時にじにんさんが国会にいらっしゃらない、大変な損失である、そういうふうに思っているところでございます。どうか、ここにお集まりの有力の1期当選の皆様方、これだけお集まりであります。どうか皆さん、我れらが松本潤に、今まで以上の力をお貸しください。 心よりそのことををお願いを申し上げますそして、松本潤さんには、皆さんのこの気持ちに応えられるように、全力を挙げて、国政復帰のために頑張っていただきますこと、ますますのこの頑張りを心から期待をして、私の挨拶とさせていただきますなんといっても、いろんなお付き合いをさせていただく中で、もう私は大好きな先輩なんですが、今日は皆さん、もそういう方が、ね、集まっておられるんではないかなというふうに思います。 そして、今実は私、3回目、今、厚労大臣を務めさせていただいているんですが、2回までは松本淳先生が後ろにいたんですけど、今回、いない中で3回目を進めていく、そして何といっても、先ほどご挨拶された鈴木大臣、鈴木大臣は社会保障のことは分かっているんですが、所属している財務省が全然分かっていただけない、まあ、この中で戦いをしていかなきゃいけないときに、強力な後ろ盾がないっていうのは、本当に寂しいことであり、不安でもあります。 どうか一日も早く松本潤先生に戻ってきていただきたいと思います麻生太郎さんから、お前、いろんなことをガチャガチャやるのはいいけども、誰か、この人に言われたら打ち方やめ、そういう人を一人ちゃんと作っとかないと、お前、糸の切れたタコみたいになっちゃうよ、そうご指導をいただいて、それ以来、松本潤さんに何か言われると、そこで打ち方をやめるということをもう十数年やってまいりましたが。 今、その人がいないもんですから、え結構いろいろございます支部ができて、今日やったじゃなくて、これはあくまでもスタートです。われわれ、県会司会も、松本潤さんを支部長に選んだからこそ、また皆さんと一緒に次の戦いに向けて戦っていきたい、そう思っております松本潤さんが、国政の復帰への第一歩をスタートすることができました。 次なる選挙で必ず、純さんを国政へ上げていくというのが、我々の大切な仕事だと思っております支部長になった以上、次の選挙、しっかりと当選をしていただいて、もうこの神奈川行く空白はこれっきりしたい、そうした思いを持って、私自身、しっかりと純先生をお支えをさせていただきたい、と同時に、引き続き純先生にもしっかりとご指導をいただきたいと思います。 来年の4月のわれわれの統一地方選をうまく活用をして、そして松本潤さんと連携しながら、この9名が絶対に当選をさせていただいて、次なり選挙戦に向かっていかなければならないということであろうと思います。どうぞ皆様方のさらなるおお力添えを松本先生にに寄せいただき国政復帰に目指して 一票でも多く獲得いただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。元気な、そして成長する、そんな日本に変えていかなければなりません、そのためには、なんといっても松本潤先生に国政に復帰していただく、このことが重要でございますので、私もそのことに力を尽くしてまいりたいと思います。改めててて松本ささん国会復帰を待っっくださってる 待望してくださっている方々がこんなにたくさんいるんだなというようなことに、私も感銘を受けましたで本日、ですねあの来賓の方々から、ですね純先生が国会になくてはならない方だということを、改めて、改めてお伺いし、ですね実感いたしました地元の皆様からさまざまな厳しい言葉そして激励や期待の声をいただいてきました。感謝をするとともに 私自身、松本潤事務所の出身のメンバーとして、より一層覚悟、自覚を持って、共に頑張ってまいりたいと思います。松本潤先生、神奈川県第一選挙区支部長ご就任、誠におめでとうございます。そして本日、たくさんの皆様がお集まりの中、松本潤講演会総会および自民党神奈川1区支部設立総会が開催されますこと。 重ねてお祝い申し上げます国会対策委員長代理として尽力してくださったのが、松本淳先生です。先輩からも後輩からも慕われるお人柄と、幅広い人脈を生かして、縁の下でたくさん汗をかいてくださいました。政調会と国体、いわば一つのチームで法案成立に取り組んだことが、 感謝の気持ちとともに思い出されます国会で再び一緒に仕事ができる日を心待ちにしています松本淳先生には苦しい時があったからこそ一層大きな花が咲くと確信しお祝いの言葉とさせていただきます え皆様こんにちは、えー、松本純でございますこんなにたくさんの皆様にお集まりをいただきましたまた国会見解司会先生方にもこんなにたくさんお集まりをいただき心から感謝お礼を申し上げます、えー、あれから1年前回の衆議院選挙の結果が出たのは10月31日でありました 翌日、選挙結果の報告会がありまして、それに向かう車の中に乗っていて、窓から歩道をちょっと伺うと、若いお母さんがお子さんをベビーカーに乗せて、そしてさらに手をつないで2人目のお子さんと3人でその歩道をゆっくり歩いている姿を見ることができました。全く何事もない。 日常の暮らしのままでありますとっても幸せでしたしかし見ている私は私自身の日常は全くなくなりました私はその光景をぼーっと覗いていたのでありますが覚悟はしていたものの一切回復という心境でありまして 失意のどん底にあったのがその翌日のことでありました選挙準備に入った時多くの方が軽率な行動であったと私を呆れ果てて私の元を去っていった方々が多くありましたまさに自業自得であり私は親分をするしかありませんでした この上は何があっても国民、国家のまずは生命、財産、領土といったものをしっかり国会議員として守っていくというその使命を果たしていくことそしてまた地元の安全安心というものに寄与すべく信念と覚悟を持って国政復帰に努めてまいりたいと思っております。まずは、は、そのの第一歩の活動は 来年春に行われます統一地方選挙であります。ここで自民党がしっかりとその勢力を統制の拡大ができるかできないかという大きなポイントにつながってまいりますので、先ほどご挨拶をいただいた中区一国金沢区の県会、司会、先生方をしっかりと応援をしていく、後押しをしていくということが大変重要な責務となってくると思います。その上で 統制拡大とともに神奈川一区を守っていくという姿勢をそこで示すことができるようにさらに尽力してまいりたいと思っております本当に本当に心から心から感謝を申し上げまして私のご挨拶に返させていただきますどうもありがとうございました松本淳先生の支部長就任を祝しますとともに来年4月に予定されております 統一地方選挙での勝利を懸念いたしまして万歳三勝いたします万歳万歳万歳ありがとうございました